今日は下半身トレーニングと肩トレですかね。今日は午前からですが、一日運動から始めたいなと思います。それでは行きましょう。これからミーティングでございます。結構内見している方多いんですけど、この時期ちょうど10月から11月って大手の大企業とかの方は転勤の方が多いみたいな、まあサラリーマンとかですけどらしいですね。今日は暑い。昨日はめっちゃ寒かったのに。じゃあ、どうも。あ、ミーティング終わった。めっちゃ長かった。はい。今日は最近っていうか、また昨日購入して届くのが楽しみな HDX なんですけども、こちら無審査でも売ってて、無審査で買うとちょっと高いんですけど、韓国で買うと安くて、まあ、タックスリーとか買うから安いんですけど、素材がめちゃくちゃいいんですよね。これロンティーなんですけども超絶良くて、はい、まあでもこのブランドがまだ日本では流行ってなくて、着てる人も少ないので、僕は大好きで着てるんですけども、素材がすごく良くて、まあ、韓国ではかなり着てる人が多くて、無審査でも結構売り出してるんですけども、なかなかみんな購入しなくて、今の感じでいけば来年中にぐらいには結構流行るんじゃないかなと思うんですけど、で今年の今年っていうか先月ぐらい、9月10月ぐらい、本当に今月ぐらいに日本、HX の日本ができて、まあ、購入できるようになって、まあなんか今ちょっと、まあ好きな人の界隈では、まあ好きな人だから界隈なんだけど、結構ざわざわしてる感じで、僕は結構購入してるんですけど、逆に韓国より安い時があったりして、今回ちょっとフーディー購入したんですけども、韓国で買うより全然安かったので、ちょっと日本で購入をして韓国から送ってもらうんですけど、韓国でこれは日本で買ったのか、はい、で今でバミューダパンツって言って、分かるかな、こういうパンツ、これ HDX なんですけど、まあ、超履きやすくて、まあ、韓国行ったら結構履いてる人めちゃくちゃ多いんですけど、バミューダパンツとか、多分この、まあ、韓国行ってる方だと分かると思うんですけど、男性だとバミューダパンツって言って、でかいまあ、バミューダの形になってるバミューダパンツって言うんですけど、まあ、特にグレーのやつ入ってる方多いかな、今めちゃくちゃ多い。そして上ロンティーで、まあ、夏だと T シャツでみたいなダボダボのやつなんですけども、まあそれで、まあ、韓国って運動めちゃくちゃするから、この HDX っていうやつが今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。でちょうど韓国 のアプクションのとこなんですけど、シトゥーシーとシュプリームのちょうど間ぐらいにあって、まあもうそこを行き来する人めちゃくちゃ多いから、そこのついでに入る方とかめちゃくちゃ多くて、で、その店も超豪華なんですよ。ちょっとね、シュプリームっぽいよりかな、うん、のなんか作りになってて、すごくて、うん、まあ運動する方だったらめちゃくちゃおすすめかなって感じで、僕はまあジム行くから着てるんですけど、ジムでまだ、日本のジムでまだ一人も見たことないですね。うん、まあ僕は普段着としても着てるんですけど、素材もすごく良くて、このあと今日デリバリーでなんか出したみたいな感じで届くみたいなので、まあ大体日本で公式の方で頼むと9日くらい届きますかね。はい、まあ、無審査だと2万円から送料無料なんですけども、公式だと1万円から送料無料で、プラスポイントもらいたいとかソックス無料だったとかあるので、めちゃくちゃおすすめですね。今今日とか全部 HDX なんですけど、素材が非常に良くて大好きで着ておりますね。うん、ここに85って書いてあるやつも HDX なんですけど、めちゃくちゃ着やすくて、このジャイアントフットフィットって感じで、まあ今のスタイルに合わせてる感じで、まあアメリカのバスケットのなんかちょっと LA のちょっと
何ですかね、ストリートスタイル、昔流行ったストリートスタイルに近いような服装をフィットネススタイルに落とし込んで、まあ、ストリートスタイルにも落とし込んでって感じなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて今僕の中で大好きなブランドですかね。今教えたくないブランドの一つかなって感じなんですけども、そういうブランド結構韓国で多かったりするので、まあ続々と届いてる中でそんな感じで頼んでみましたけども、めちゃくちゃおすすめです。はい。